なんと真剣大分学検定3連覇やりました。3年連続して上級に認定され、今年も最高得点でした。上級名人8段師範代認定証、あなたは第10回真剣大分学検定マスターコースにおいて、大分県のさまざまな分野に関する知識と感性で極めて優秀な成績を上げられましたので、ここに大分学上級名人8段師範代に認定し、副賞並びに特例賞と思います。ありがとうございます。焼きの3番です。ここに大分県知事賞を贈り表彰します。令和4年11月26日大分県知事広瀬勝貞、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、竹製トロフィーをお渡しいたします。竹田市在住の竹芸家中富はじめさんの力作です。持ち回りとさせていただいております。木箱の方はですね、また後ほどお渡しいたします。わかりました。まだですよ。はい、はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。寿司街道のファミリー食事券1万円となっております。お年連続いただいてまして、また最近の漁獲量落としたらすいません、申し訳ございません。ありがとうございます。ヒアリングや写真、映像問題からなるスペシャル問題で、それも満点でした。でスペシャル問題でトップの、あります辻の勲記念賞をお送りいたします。これは大分の誇る海の幸、山の幸を詰め合わせたものでございます。大分の魅力体験セット1つ、湯布院玉の湯自家製品詰め合わせ2つ、佐伯市構え磯物詰め合わせ3つ、宇佐市味む王様のぶどうジュース、以上でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、3年連続この顔ぶれで申し訳ございません。まずですね、検定10回ですね、開催されましたことを、私今参加者としてましても、お喜び申し上げまして感謝を申し上げます。また今年も渋い問題ばっかしで正直びっくりしました。で116点というのも正直私はちょっとびっくりしました。ちなみに昨年が110点、体重が118キロでした。今114キロで116、やければ多分皆さん点取れますので、まあ、その分最近のお寿司でちょっといただきますけれども、本当にですね毎年感じるのが、この検定というのは、まあ、もちろんですね順位とか点数もございますので、それはそれでですね、目指すところもあるんですが、これがきっかけに、あ、こんな大分があるんだなとか、俺これ知らないときにもちっと頑張らななというところで、大分を知るきっかけになりますので、ぜひですね、これからもまた10年、20年続く活動になっていただきたいですし、個人的に嬉しいのが、受験者がですね、平均が38歳と、私はまあ36ですから、かなり若い世代もですね、広まってますので、まあ、各世代で、そして各地域の皆様と一緒に、これから一緒に大分を盛り上げていっていきましょう。本日は誠にありがとうございます。そしておめでとうございました。